えー、私の父があの寺島直彦というあの作曲家で、えー、実はもう亡くなって15年ぐらい経ってしまうんですけれども、まあ、あの作曲をなりわいにしていてで、まあ,あの後で大きく私自身もこうエレクトーンと出会うことになるその、まあ、父があの大学に勤めるということには最終的にはなるんですけれどもあの実質的には父はもう作曲一本であの私が 高校に入る頃まででしょうかもう作曲一本であの私たちを食べさせていたという、まあ、本当に苦労も多く母も大変だったと思うんですけれどもたまたまあのフランスで本場でお勉強なさってきたシャンソン歌手の,あの石井佳子さんに声をかけていただいて石井佳子さんの伴奏を あの長く勤めたんですねでそんなあの父はいわゆるガチガチのクラシックだけではなくてすぐにそのシャンソンの畑やバンドを組むことなどそういうあの仕事をしていくにあたってこうクラシックだけが音楽なんだというまあよくありがちなあのトラップにはまらないで音楽っていうのはあの良いものは良い良くないものは良くないそれだけでそのあの 線をつけるものではないっていう姿勢をずっとあの若い頃から持っていたのであのそういう意味での影響は非常にあの私にも大きくあ,のありましてやはりクラシックの「 音楽を学学ぶ大学に行きましたけれどもやはりあのクラシックだけをやることがいいことではなくって興味を持つことには何でもやる音楽が綺麗だと思ったらあのそこにとことんついていくそういうようなあの音楽家になれたらいいんではないかというようなことはよくあの言われたというよりは態度で示していた感があります。